ここまで来てみろよ。この待て、おい見ろよ、お前の上着もらったぜ。うわ嘘だろ、やめろって。やられてやんの。こっちまで来てみろよって、なんだこれ。おい何してんだよ、何かあったの。これなんだろう。うわなんだよこの匂い、くっさ。何が入ってるんだろう。開けてみようぜ。やめた方がいいって。俺も手伝う、行くぞ、せーの。ヒロヒロ探偵団。これは1933年群馬県のとある市で起きた事件だ。性別、年齢もわからなさそうですね。ああそうだな、わかるのは二人ってことだけだ。見つけた子供たちはしばらく立ち直れそうにないでしょうね。まあ火葬場の敷地内で遊ぶガキも悪い。俺はヒロシ、職業は警察官だ。ここ群馬県はのどかな土地で、今日も変わらず平和な一日になるだろうと思っていた。しかしゆったりとした時間は子供の泣き声と同時に早々に破られた。10人ほどの子供が泣きながら親を連れて駐屯所に来たのだという。現場は火葬場のゴミ捨て場、遺体は2人分見つかっており、半焼けではあるが性別や年齢、外傷などがあるかさえ確認することができなかった。殺害後に証拠隠滅のために焼かれたものか。火葬場から不法投棄された死体ってとこだろう。ヒロシ、火葬場を渡れ。きっとただの殺人事件なのだろう、そう思った。火葬場のゴミ捨て場ならば見つかりにくい。火葬場はきっと関係ないし、すぐに解決する程度の事件だろう。そう高をくくっていた俺だけど、この事件は次々とおぞましい事実が発覚していくのだ。大丈夫か、何があった。火葬場のゴミ捨て場に当たった別の上司や後輩たちはしばらくして死体が包まれていた畳表を5枚発見した。そして火葬場の調査に当たっていた俺は、火葬場内の灰を集めている場所から人間の腹部や腰部と思われる半焼けの赤い肉片を見つけた。なんであんな火葬場だぞ、灰しか残らないはずだ、肉片がなぜ。この火葬場は絶対に何かある。日没頃に焼き始めてるみたいでね、3時間くらいは煙が出てるのよ。でもここ数年は煙が出たと思ったらすぐに出なくなってね。そうそう、いつ焼いてるんだろうねなんてご近所さんの間でも話題になってたのよ。なるほど、数年ですか。うちの燃料は薪を収めていたんだけどね、ここ数年薪の消費がまあ少なかったんだわ。こっちも商売上がったりだよ。ご遺体を焼かないで薪代を着服しているんじゃないかと思ってたんだよな。ここでも数年お忙しいところありがとうございました。その後も後輩たちの聞き込み調査によって、この火葬場が何かをやらかしているという大きな疑念が浮かび、すぐに火葬場の詳しい調査が開始された。そして俺はすぐにこの火葬場で働く作業員の松田という男の身辺を調査することにした。こいつ過去に詐欺で捕まってます。詐欺で手に入れた金は酒や遊郭で使われていたと記録に。やってるな。火葬場について調べてみると、この火葬場は市が営業していた一方で、火葬における実務は全て請負業者の吉田という男が担当しているようだった。そして市は火葬場の運営管理をこの吉田に任せっきりにしていたのだという。監督する人間がいないのをいいことに、吉田と松田は薪の代金や火葬料の一部を横領していたってわけか。ここまで見ればただの悪質な横領事件だ。だが遺体についての関連性などはまだ分かっていなかった。俺も別件かと思っていた。だが俺はこの後あまりにも恐ろしい事実を知り、戦慄することになる。おかしい、どうしたんですか。着服した金額と焼かずに隠した遺体のありかを徹底に調べたんだけどな、おかしい点がいくつもあってさ。何がおかしいんですか。まずあいつらが着服していた金額なんだが、薪代や火葬料だけじゃ到底足りないんだよ。金がどこかで絡んでるってことですね。それから半焼けの遺体はほとんど胴体だけで、頭蓋骨だけが見当たらなかった。頭だけが見当たらない。これと金、何か関連がありそうですね。お前もそう思うか。ええ、考えたくないですけど、臓器売買とか。臓器売買を疑ったものの、だったら胴体の一部もなくなるはずではという疑念が残った。そして臓器売買が目的ではないと判明したのは、遺体発見から2週間が経過しようとしていた頃だった。今すぐ来てくれ、大変なことになった。
どうしたんですか？火葬場の裏の林から頭蓋骨が次々と掘り起こされたんだよ。現場へと急ぐ俺、そして俺が見たものは吐くなよ。肺になっていない半焼け状態の頭蓋骨、そしてどの頭蓋骨にも頭頂部に金槌で殴られたような大きな穴が開いていたんだ。頭蓋骨に開いていた穴だが、一体何をしたんだお前は。金に換金できる金馬を取るためですよ。金馬が欲しくて。増田と吉田は金馬のためだと主張していたようだが、俺たちは納得しなかった。金馬ごときでは到底着服した金額には届かない。その後の調べによって、頭蓋骨に開けられた穴が大きすぎることなどから脳症を摘出したものだということが発覚。実はこの脳症、古くから伝わる難病の特効薬として昔服用されていたのだ。天然痘や肺病、結核などの難病を治すと言われていたのは脳症だけでなく、肝臓や心臓も含まれる。当然そういった効果はないのだが、藁にもすがりたい人が脳症を欲しがったのだろう。そして松田と吉田は遺体から脳症を取り出し売っていたのだ。その後もあの敷地内では脳症のない大量の頭蓋骨が発見され、最終的に埋められていた遺体の数は1570体にも上った。遺族に渡す遺骨はどうするのかという疑問が浮かんだものの、火葬場に鶏肉を扱う肉屋がよく出入りしていたということから、鶏の骨をすり替えて遺族に渡していたことが分かった。あまりにも非人道的で、むごい。当然地元住民は怒り心頭だ。役所に市民が押し寄せ、市長や助役、主管課長は責任を取って辞職。さらに市の衛生主任は懲戒免職となった。しかし、脳を奪った疑惑に関しては確実だと踏んでいたものの、確実な証拠がなく、その件に関しては起訴されなかったという。大丈夫ですか？いろいろ見たものが頭から離れなくてさ。この話はしばらく尾を引いた。仕事を辞めようかと思ったことすらある。だけど辞めなかった。この世界は決して平和ではないのだと知ったから、今日が平和なんて保証ないんだよな。今もどこかで誰かが殺されてるかもしれないんだ。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。You're a hero, 探偵団。